ザラスト、ナルトザムービーマイナスは、2014年12月6日に公開された日本のアニメ映画、漫画、ナルトナルトを原作とした、テレビアニメの劇場版、第10作。テレビ、東京開局50周年記念作品。原作の連載15周年を記念した、ナルト新時代開幕プロジェクトの一環として、制作された。そのため、前作、 ロードトゥー・ニンナルト・ザ・ムービー・マイナスまで恒例となっていた夏休みの劇場版上映ではなく、今回は2014年11月の原作の連載完結に合わせ12月上旬の上映開始となった。原作の第699話から2年後を描いており、さらに未来の話である第700話につながる構成となっている。いわゆる699.5話という位置づけであり、 本編相当の作品として扱われている。前作から引き続き、キャラクターデザインに加え、今作では、ストーリー総監修も務める原作者の岸本、ひとしが、今回の映画はぶっちゃけ恋愛です。と語っている通り、今作では、主人公の渦巻きナルトと彼に思いを寄せる、日向日向の恋愛の部分を描いた物語となっている。劇場上映後には2015年8月に、 新作映画、ボルト、ナルト・ザ・ムービー・マイナスを公開することが発表された。劇場入場特典として、先着150万名限定のオフィシャルファンブック、秘伝、列の書が配布された。また、監督を務めた、小林つ夫は、公開から約半年後の2015年5月に、他界しており、本作が事実上の遺作となった。第四次を司会大戦から2年後、 冬の祭典、輪廻祭の準備で大賑わいになっていた木の葉がれの里にて、激闘を経て、英雄となったナルトはモテ期を迎えていた。一方、幼き頃から彼に思いを寄せる日向は、そんな状況に戸惑いながらも彼に送るつもりで、マフラーを編み続けていた。そんな中、月の異常接近が観測され、後、影たちが人類滅亡を危惧する。そしてある夜、 謎の男、トネリが日向の前に現れ、いずれ君を迎えに行くと言い残し、彼女の妹、花火をさらって行くという事件が起こる。すべての出来事が繋がっていると推測した六代目、火影カ,カカシは、ナルト、日向、桜、シカマル、サイの五人に花火奪還任務を下す。里を出て、捜索を開始するナルトたちは、花火が残した手がかりを頼りに、 洞窟の中に入る。そこでトラップとして仕掛けられていた現実に囚われ過去を追体験したナルトは偶然流れ込んできた日向の記憶を通じて彼女が自分に好意を抱いていることを知る。洞窟から出たナルトたちは人工太陽らしきものが存在する謎の空間を目にする。調査を進める中、墓地に現れた亡霊の言葉から六道千人。 大津月羽衣の源流たる大津月一族が関わっていることが判明する。その一方で、日向は一人だけある事実を知り、苦悩しながらもよまいマフラーを編み続ける。任務中彼女と行動を共にするうちに自分の本心に気づいたナルトは、ある夜彼女に思いを告げる。しかし、そこにトネリが現れ、自分と日向は結婚すると言って彼女を連れて行こうとする。 網を得たマフラーをナルトに渡して去る日向を、ナルトは止めようとするが、トネリの攻撃で意識不明の重体となり、マフラーも燃やされゴミとなってしまう。攻撃の余波で開いた穴には宇宙空間、そして地球が姿を見せていた。ナルトたちは花火を覆って月に来ていたのである。トネリの本名は大ツツトネリ。彼の目的とは長年チャクラを用いて、 争いに明け暮れた地球の民を、大津月の天命に従って滅ぼし、その後新たな世界を築くことだったのである。そして、ひなた一族は遥か昔に大津月一族より、分かたれた家系であり、ひなたは、それゆえにトネリの花嫁として選ばれたのであった。しかし、探索の過程で大津月の真の歴史を知ったひなたは、トネリの企てを阻止すべく、あえて、 トネリの旧婚に応じ彼の居場に侵入、囚われの身になっていた花火を救い、トネリの力の源の天照岩を破壊しようとしていた。なんとか天照岩を発見した日向だったが、寸前でトネリに捕まり思考を閉ざされてしまう。倒れて三日後、桜の懸命の治療のかやって目覚めた、ナルトだったが、日向が自分ではなくトネリを選んだことで、憔悴しきっていた。しかし、 仲間たちの知ったにより再起し、彼女を救い出すことを受け継い、トネリの居場に乗り込む。全国266スクリーンで公開され、2014年12月6、7日の初日2日間で、公衆5億1、533万1、800円、動員39万6280人になり、映画観客動員ランキングで初登場第1位を獲得。 最終講習は20億円。ジャンプ J ブックスより観光。ナルトたちの心理描写や映像に音声がつかなかった。キャラクターの活躍などが保管されている。BD&DVD の特典のドラマ CD。映画の後日談のエピソードとなっている。腹に百尾がおり、黄昏の青き目標と噂されるくの一を捉えるため、かかしは彼女の弱点とされるイケメンを揃えて、ホストクラブ。 トップチャクラを設立。サスケ、シカマル、我がアイラとともにホストとなって彼女を口説き落とすことができるのか。2015年7月22日に発売。それぞれ通常版と初回生産限定版が存在し、後者には特典としてスペシャルブックレットのほか上記のドラマ CD、キャラクターソング CD が同梱されている。 2015年12月30日の1時30分3時40分にテレビ東京で地上波発放送された。ありがとうございます。